いや、この花は何ていう花なんでしょうかね。いつもの場所にたくさん生えていて、とても綺麗ですね。はい、というわけで皆さん、こんにちは、須藤です。今回の動画はですね、僕の愛車でもあるこのジクサー150のフロントスピードセンサーの清掃方法について解説していきたいと思います。以前に私が投稿しましたジクサー150のここが壊れるという動画の中で、ポイント2つ目で解説していたスピードセンサーの故障に関してなんですけども、こちらのフロントスプロケットカバー内にあるスピードセンサーにですね、チェーンやスプロケットから削れた鉄粉や汚れなんかが蓄積してしまって、このセンサー自身の故障につながるという症状なんですけども、この症状はですね、非常に簡単な清掃作業によって未然に防ぐことができるんですよね。なので今回はフロントスピードセンサーの清掃方法について動画で詳しく解説していきたいと思います。というわけでね、清掃にあたってこのようなものを用意してみました。まずはじめにパーツクリーナー、汚れを拭き取るウエス、ボルトを外すためのラチェット、そして作業用の軍手ですね。今回はこれらのものを使ってスピードセンサーの清掃を行っていきたいと思います。まず最初はですね、こちらの M8 のボルトを外してフロントスプロケットカバーを外していきたいと思います。この2箇所のボルトは少し奥まった場所にあるので、このようなエクステンションを使う必要があります。それではね、外していきましょう。少し外れればあとは手で簡単に外すことができます。はい、このようにボルトが外れました。そうするとスプロケットカバーがこのように外れます。中はこのようになっているんですね。このドライブスプロケットの中心に付けられている部品の回転数をですね、こちらのスピードセンサーの方で拾って速度に変換してメーターに表示しているというわけですね。なのでこの丸の部分やスピードセンサー本体に汚れが溜まってしまうと、回転数を拾えなくなってしまってスピードメーターが0キロのまま動かなくなるという症状が出てしまうみたいです。なのでその故障を防ぐべく、今回はしっかりと清掃をしていきましょう。清掃方法は非常に簡単で、ウエスや布なんかにこのようにパーツクリーナーを吹きかけていただいて、そしてスピードセンサーのあるこの丸の部分をですね、このように清掃していただくだけです。この作業をする際はですね、結構このむき出しになっているスピードセンサー本体の配線をね、引っ張ったりねじったりしてね、断線したりしないように注意してあげてください。清掃してあげるとね、こんな感じで綺麗になるかと思います。そしてスピードセンサー部に加えて、この下の部分ですね、この部分もチェーンオイルや小石なんかで非常に汚れが溜まりやすい場所なので、チェーン清掃のタイミングなんかでね、ついでにここ開けた場合はですね、こちらのスピードセンサーに加えて下の部分の汚れも掃除してあげるとなお良いでしょう。しばらくですね、フロントスプロケットカバー開けてない方はですね、かなりの量の汚れがこちらの部分にね、蓄積しているかというふうに思います。なのでね、スピードセンサーの故障につながる汚れがたまる部分ではないんですけども、せっかく開けていただいたらね、この下の部分も掃除しておきましょう。はい、以上でね、清掃作業は終了です。あとは元通り組んでいきましょう。はい、元通り組む際はですね、こちらの方にガイドがあるので、しっかりとスピードセンサーの配線をこの部分に入れてから直すようにしましょう。そうしないとね、ボルトで組む際こちらの方に挟まって断線につながる可能性もありますからね、しっかりとここは挟み込んでおきましょう。しっかりとね、カバーを元の位置にはめたらボルトを締めていきます。はい、まずはね、手で締まる範囲までボルトを締めまして、最後に本締めですね。僕みたいにテルク職人でやる方はですね、このボルトね、非常に小さいのでねじ切ってしまう可能性があるのでね、そんなにバカトルクで締める必要はありません。このようにね、もうクックッと軽くね、増し締めっていうか本締めをしていただければ、それでもう大丈夫です。また次の清掃のタイミングでどうせ開けないといけないのでね、ある程度本当に緩まない程度に締めていただければそれで結構です。はい、というわけでね、以上でスピードセンサーの清掃作業は終了となります。はい、というわけでね、今回はジクサー150のスピードセンサーの清掃方法について解説してみました。今回の動画みたいなね、こういうちょっとしたことでバイクの寿命を大きく伸ばせるということはですね、非常に多いと思いますので、いかに日頃のメンテナンスが重要かということをお伝えできたのではないかなというふうに思います。皆さんもですね、こまめに愛車をメンテナンスして寿命を伸ばすように心がけてみてはいかがでしょうか。というわけでね、今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録もね、ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。はい、以上でフロントスピードセンサーの清掃は、はい、以上でね、はい、以上でね、スピードセンサーの終了を、